ペンシルベニア駅はアメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアークにある駅であるニューアークペンステーションの愛称でも呼ばれる全米で7番目に利用客の多い駅である1911年の写真右側にペンシルベニア駅が見える駅下のマーケットストリート1935年1969年7月4日にペン駅で CNJ 列車北東海路線 北ジャージー海岸線、ラリタンバレー線が乗り入れ、北東海路線及び北ジャージー海岸線はセカーカスジャンクション駅を経由してニューヨークのペンシルベニア駅に乗り入れている。一部を除いてラリタンバレー線は当駅が終点となる。ニューアーク、ワールドトレードセンター線の終点。かつてはニュージャージートランジットやアムトラック利用客がジャージーシティや峰峰圏に向かうには 当駅で乗り換える必要があったが、1999年にセカーカスジャンクション駅が開業してからは、当駅での乗り換えが必要でなくなった。当駅はニューアークライトレールの南端の駅となる。6面8線で、上階に相対式1面、地上階に島式3面、相対式2面を要する。テンプレート NJT リンクス。ありがとうございます。